生が変わるかもしれない驚異の粉をご紹介します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。万年ダイエッターで何をやっても痩せなくなっていませんか？でもこの粉でダイエット人生が変わるかもしれません。その粉がココアなんです。そこで今回の動画では10キロ痩せるココアダイエット法をお伝えします。ココアって太るんじゃないの？と思いませんでしたか？確かにこれを知らないと痩せないどころか逆に太ります。実はココアは発酵食品です。正しく飲むと腸内環境が整って体の中から痩せ体質に生まれ変わることができるんです。本題に入る前に今後もこのような役立つ情報を見逃さないためにぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回の動画の内容をお話ししていきます。1. ココアのダイエット効果7つ。 2. ココアに入れると痩せる食材7選。 3. 痩せるココアの取り方。では早速ココアのダイエット効果についてお話しします。最後が最も重要なのでぜひ最後まで見逃さないでくださいね。1つ目は貧血の改善効果です。ココアは鉄分が豊富なので貧血を改善します。貧血とダイエットって何の関係があるの？と思いませんでしたか？大ありです。貧血になるとエネルギー消費が落ちて太ります。健康診断のたびに貧血と言われていませんか？ココアを飲むと鉄分が補給できて代謝も上がり元気に活動できるんです。痩せる体のベースを作るためにもまずは貧血を改善していきましょうね。2つ目は血糖値の上昇を抑える効果です。ココアは血糖値の急上昇を防ぎます。血糖値が急激に上がるとインスリンが過剰分布され脂肪を蓄積しやすくなりますが、ココアはそれを防いでくれます。夕方になるとついつい甘いものが食べたくなるなんて方は低血糖かもしれません。そんな時にココアを飲んでみてください。血糖値が安定するので甘いもの欲も抑えられますよ。3つ目は代謝促進効果です。ココアに含まれるカカオポリフェノールは血行を良くし脂肪燃焼をサポートしてくれるので代謝を促進する効果があります。ココアを飲むだけで体がポカポカしてくるのを感じたことってありませんか？特に40代になると代謝が落ちてくるのでこの効果はありがたいですよね。ココアで代謝を上げて無理なく痩せていきましょう。4つ目は脂肪燃焼効果です。ココアに含まれるテオブロミンが体内の脂肪を分解し効率よく燃やしてくれます。ココアを飲むことでいつもの家事などちょっとした動きでも脂肪燃焼が進むんです。特に運動が苦手な方には嬉しい成分ですよね。5つ目はストレス太りを防ぐ効果です。ココアにはリラックス効果がありストレス太りを防ぎます。幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やす効果でストレス食いを防げるんです。40代になると家事や仕事ストレスが溜まりやすいですよね。するとイライラしてついお菓子に手が伸びる、その気持ちよくわかります。ココアを飲んでリラックスしてストレス食いを防いでいきましょうね。6つ目はむくみ解消効果です。ココアに含まれるカリウムが体内の余分な塩分を排出してむくみを取ってくれます。夕方になると足がパンパンで正座もできないなんてことありませんか？ココアを飲むとそんな辛い症状からも解放されて見た目もすっきりしていきますよ。最後7つ目は便秘解消効果です。ココアは食物繊維が豊富で便秘解消に効果的です。食べても出ないという経験ありませんか？ココアを2週間継続して飲むとお腹がすっきりしたと実感する方や便通の回数が増えて便の匂いが抑制されたという研究結果もあります。便秘のままだといつまでたっても痩せることはできません。腸内環境を整えて根本的な痩せ体質になることがダイエットの近道です。では次にココアに入れると痩せる食材を7つご紹介します。ココアにちょい足しするだけで痩せ効果がアップし間食防止にもなるのでぜひ最後までご覧くださいね。1つ目はココナッツオイルです。ココナッツオイルが脂肪燃焼をサポートします。ココナッツオイルの中鎖脂肪酸がエネルギーとして消費されやすく脂肪の蓄積を防ぎます。オイルって太るんじゃないの？と思いがちですが、実はココナッツオイルなら逆に痩せやすくなるんです。カップ1杯のココアにココナッツオイルをティースプーン1杯程度入れるといいですよ。2つ目は蜂蜜です。蜂蜜は代謝をサポートしてくれます。蜂蜜のビタミンやミネラルが代謝を高めて脂肪燃焼を促進します。砂糖を使いたくないけど甘さは欲しい、そんな時は蜂蜜を入れるとコクも増して代謝もアップします。特に甘いものが好きな人にはぴったりです。3つ目はシナモンです。シナモンには血糖値の上昇を抑える効果があり脂肪の蓄積を防ぎます。しかもココアにちょっとシナモンを加えるだけで甘いもの欲がなくなるんです。つい甘いものがやめられないという方はシナモンはダイエットの強い味方になります。私はカップ1杯のココアに2、3回振りかけて飲んでいます。4つ目は生姜
です。ココアに生姜を入れると代謝がアップします。生姜のジンゲロールや生姜オールといった成分が体を温めて代謝を促進するんです。特に女性は冷え性で悩む方って多いですよね。ココアに生姜を入れて飲むと体がポカポカして脂肪も燃えやすくなります。すりおろし生姜でもいいですが、私は便利な生姜パウダーを使っています。5つ目は黒すりごまです。黒ごまはカルシウムや鉄分が豊富で代謝を促進します。白ごまよりもアントシアニンが豊富なので脂肪燃焼効果もアップします。なんとなく元気が出ない、そんな時に黒すりごま入りのココアを飲むとしっかり栄養が取れて体も軽く感じます。特に貧血の40代女性にはぴったりです。目はチアシードです。チアシードをココアに入れて飲むと満腹感が持続し脂肪がガンガン燃え出します。チアシードはスーパーフードと呼ばれるほど食物繊維が豊富で満腹感を持続させる効果があり、オメガ3脂肪酸が代謝を高めて脂肪燃焼を促進します。夕方になると小腹が空いてついついお菓子に手がなんてことないですか。そんな時にチアシード入りココアを飲むとお腹が満たされて完食しなくなります。私はカップ1杯のココアにチアシード大さじ1、約 15g 程度入れて飲んでいます。この時使うチアシードは一晩水で戻したものです。直接入れると後からお腹の中で膨れてお腹の調子を崩したり便秘の原因になることもあるので気をつけてくださいね。水で戻す目安はチアシード大さじ1杯に対し1カップ 200ml の水を入れて一晩冷蔵庫で寝かせます。プルンプルンになったら完成です。このチアシードをココアに入れるとまるでこうチョコのゼリーのような食感で飲み応えがあるので、お腹が空いた時など間食の代わりに飲むのがおすすめです。最後7つ目は豆乳ヨーグルトです。豆乳ヨーグルトにココアを加えるとダブル発酵食品になり、腸内環境をさらに整えやすいやすい体質になります。なんかの調子がなんだかいまいち、そんな時にココアと豆乳ヨーグルトを一緒に摂ると腸が元気になってすっきりします。生乳 100% のヨーグルトよりもこちらのような国産大豆の豆乳ヨーグルトの方が女性ホルモンのバランスを整えるので、特に40代女性で更年期やぽっこりお腹にお悩みの方には超おすすめです。では次に痩せるココアの取り方について解説します。ココアのダイエット効果を生かすためには無添加の純ココアを選んでいただき、1日あたり小さじ1イコール 5g を目安に摂取しましょう。ココアにはカフェインが含まれているので、飲みすぎると不眠や頭痛など体調不良を引き起こす場合があります。なので夕方以降の摂取は控えて適量を守ってくださいね。また牛乳よりも低カロリーでヘルシーな無調整豆乳や無添加のアーモンドミルクで飲むのがおすすめです。腸を冷やさないようにホットで飲んでくださいね。次にココアを摂取するタイミングは食事と食事の合間です。例えば午前10時に摂取すると満腹感が得られるのでお昼まで間食をしなくなります。また1日を通して脂肪燃焼効果が高い状態で過ごすことができます。他にも15時頃に摂取すると血糖値を安定させることができます。特に夕方に低血糖になってこうついついお菓子をつまんじゃうなんて方は間食を防ぐことができるのでおすすめです。このようにココアを取り入れることで1日を通して脂肪燃焼効果が高い状態で元気に過ごすことができます。40代になると心や体の変化で悩むことが増えていませんか？私もそうだったんですが、腸内環境が悪い方ってホルモンをコントロールできないので、その結果無駄な食欲が起こるから太るんです。ぜひ今日からココアを取り入れて美味しく楽しく取り組んでみてくださいね。ココア以外にも私の腸活ダイエット法を3ステップで実践して今後リバウンドなしで人生最後のダイエットにしたいという方は私の無料公式 LINE がおすすめです。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活
ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。今回のまとめです。ココアのダイエット効果7つは1、貧血の改善、2、血糖値の上昇を抑える、3、代謝促進、4、脂肪燃焼、5、ストレス太りを防ぐ、6、むくみ解消、7、便秘解消。ココアに入れると痩せる食材7つは1、ココナッツオイル、2、蜂蜜、3、シナモン、4、生姜、5、黒ごま、6、チアシード、7、豆乳ヨーグルト。ココアを効果的に摂取するには1日あたり小さじ1イコール約 5g を目安に夕方までに摂取することでした。次回も腸内環境を整え根本的な痩せ体質へと生まれ変わるための情報をお届けしますので、チャンネル登録とベルマークのクリックをお願いします。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけたら、いいねやコメントをお願いします。質問には私がお返事しますので、ぜひ繰り返しご覧ください。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。